ヤクーツクは、ロシア連邦に属するサファ共和国の首都。レナ川に面する河口を持つ。人口は、約32万人。1632年に建設された要塞を起源と、する。北東連邦大学やロシア科学アカデミーの支部がある。 1683年に建設された要塞の塔、ヤクーツクは、バイカル湖付近から、オホーツク海付近まで東西に広がるレナ川水系の中央に位置し、レナ川を使ったシベリアオダニや北極海遠征の拠点として便利な位置にある。ヤクーツク市は1632年に、東シベリアへと進出したコサックが建設した砦を、起源とする。取は、 入植地を取り囲むように柵が張り巡らされていた。エニセスク軍西部の管理下にあったが、1638年より分離して、ヤクーツク軍西部の元に置かれた。また当初は、レナガワウガンに築かれたが、1643年に、現在のサガンへと移された。以後、ロシア人の商人や入植者が、東シベリアから北極海、 極東に至る範囲へ進出する拠点となり、シベリアや極東の毛川交易の拠点、毛川の集産地として重要な役割を果たした。都市と呼べるまでに拡大するのは1880年代から1890年代にかけて金や、その他金属の交渉が発見されてからである。これらの鉱山には、ヨシフ・スターリンの時代、グラグが作られて多くの政治犯や 戦争捕虜が送り込まれ、開発が進められた。グラグの急速な増設と強制労働者たちによる、シベリアの急速な開発は、役打つく大きな町にした。欠片の気候区分では、艦隊出潤気候であり、冬の気温は、世界の都市の中で最も低い。盆地であるため、冬の寒さが非常に厳しく、1月の平均気温は低く。 摂氏40.9度で玄関期には最低気温が低く、摂氏50度以下になることがある。一方で、夏には井戸にもかかわらず比較的高温となり、7月を中心に摂氏30度以上にもなることがあり、寒暖の差が極めて大きい典型的な大陸性気候である。なお、北半球で最も低い気温が観測された環境は、東時と同じサハ共和国内にある。 また、永久凍土の上に建てられた都市としては、世界最大で、多くの建物は、コンクリートの杭の上に立つ。ヤクーツクは、南から伸びるロシア連邦道路 A360、レナ、およびアムールヤクーツク鉄道の終点である。実際には、国道や鉄道は、レナ側の対岸までで、 サハ共和国内には巨大なレナ川を渡る橋はないため、夏はそこからフェリーで川を渡り、冬は凍結した川の上を車で走る。しかし、氷が、まだ厚くない晩秋や、溶けた、たくさんの氷が流れたり、雪解け水で川が溢れたりする春は川を渡ることが、できないため、ヤクウツク対岸の国道、鉄道終点付近には、 人口4000人ほどの22ヴベスチャという町がある。また、ヤクーツクは、極東のオホーツク海沿岸の町マガダンともコルイマ、国道で結ばれている。レナ川を介した、流域各都市や北極海への水運も盛んであるが、玄関期には凍結するレナ川は、天然の道路となり、トラックが、流域の集落へ物資を届けるための幹線になる。夏には、 ヤクーツクを起点として、上流のレナ石中自然公園や、下流のレナデルタへのクルーズも出発する。ヤクーツク空港は1931年に開港し、第二次世界大戦時にはアメリカからヨーロッパへの航空路の中継点となった。現在では、モスクワやイルクーツク、ウラジオストクなどの大都市にも定期便がある。レナ川を渡る鉄道道路併用橋が完成すれば、 バイカルアムール鉄道場のティンバから、ネリウングリチュリマントン元を経て北へ伸びるアムールヤクーツク鉄道が、終点のヤクーツクまで完成する見込みである。この橋は3キロメートルを超える長さで、ヤクーツクから40キロメートル上流の、川幅が、比較的、狭くかつ春に氾濫源とならない場所に、計画されているが、未だ着工されていない。このか。 ウスチクーとヤクーツクをホーツクマガダン、ペトロパブロフスクカムチャツキーを結ぶ、レナカムチャツカ鉄道を建設する計画も存在する。クラコフスキー通り。左の建物は、国立大学の科学ビル1956年に、開設ヤクーツク国立大学を起源とする、北東連邦大学などの高等教育機関や、ロシア科学アカデミーの支部がある。 およびロシア科学アカデミーの支部が市内に位置する。アカデミーには、世界有数の規模の宇宙船観測施設などを要する、宇宙物理学研究所や、永久凍土に建築物を作る問題などに取り組む、永久凍土研究所が属する。また、ヤクーツ区は、マンモス博物館やサハ劇場などの文化施設もある。2008年には、 永久凍土の王国という観光施設が郊外に開設された。ヤクーツクは多くの工業会社の本社やオフィスが立地する。例えば世界のダイヤモンドの20%近くを生産するサハ共和国のダイヤモンド鉱山を管轄するアルローサの事務所もある。ヤクーツクの友好都市は以下の通りである。ありがとうございます。